部屋とパタゴニアとおっさんということで、本日は僕が毎日のように愛用しているパタゴニアを紹介させていただこうかなと思っております。パタゴニアといっても今回は特に部屋着としても使えるアウトドアウェアにスポットを当ててみたいなと思います。お願いがあるのよねというのも、やっぱりね、アウトドアアイテムを登山や、外でしか着ないっていうのはね、もうどんだけもったいないことをしてるんですかっていうことなんですよね。山でも、普段でも部屋着としても着ても全く違和感がなくて、素晴らしいパフォーマンスを発揮してくれる、僕が愛用しているパタゴニアのベースレイヤーやフリースをね、数点紹介させていただきます。それでは最後までよろしくお願いいたします。パタゴニアのベースレイヤーで一番人気のアイテムではないでしょうか。少なくとも僕はそう聞いて購入したアイテムになります。それがパタゴニアのキャプリン2。キャプリン2はね、もう旧製品の名前ですよね。それもそのはずで、このキャプリン2を購入したのは2013年でした。というのも、富士山が入山料を取るようになったその次の日だったかな、2013年の7月のね、後半に富士山を登ることになって、その時のために購入したのがこのキャプリン2で、僕にとってはね、思い出のベースレイヤーなんですよね。いやー、思い出話ではないんですが、あの当時、問題視されていた、弾丸ツアーってあったじゃないですか。それでね、行ったんですよ。日程的には5合目で順応しつつ、山小屋で3時間くらい仮眠が取れるっていうスケジュールだったんで、いけるだろうなって思って行ったんですけど、高速がね、相次ぐ渋滞に渋滞で、時間が押しに押しちゃって、バスが5合目に着いてご飯を食べてすぐに出発しないといけないくらい押しちゃって、もちろんね、山越えでの休憩もなくなって、おにぎりをもらっただけっていう感じでね、それだけじゃなくって、途中から雨に風がね、激しくなって、山頂のお店はクローズして、途中からね、降りるグループが続出ですよ。でもなぜか僕たちが参加したツアーのガイドさんは、なんか強行突破で、必死ですよ。山頂はね、危ないから5分で下山しますって言って、ということでね、半べそかきながら、登った思い出があります。山頂はね、もちろん真っ暗で、雨も風もすごくて、周りは何にも見えなくって、5分もいなかったような、2、3分ですよね。登ってすぐ下山しました。そんな思い出が蘇ってくるこのキャプリン2は、今でもね、登山するときは着ています。で、登山しないときはね、部屋着としてもね、着てるんですよ。そう、アウトドアブランドのベースレイヤーはね、山でも着られるし、部屋でも着られるんですよね。費用対効果はね、抜群にいいと思います。だからね、僕はね、好きなんですよね。そんなキャプリン2は、生地は薄い。結構薄いんですよ。直接着ると、乳首がね、透けちゃうくらいでしょうかね。吸水性は抜群で、速乾性ももちろん抜群でね、もう言うことはありません。それに、このファスナーも泣ける努力があるんですよね。どういう状況でも生地が噛まなくて、スムーズにね、上げ下げできる仕様で、それにファスナーがね、ロックされるんですよ。フラフラしないんですよね。もちろんファスナーの金具は肌に当たりません。顎にも当たりません。パタゴニアらしくてこだわりが強いベースレイヤーではないでしょうか。その着心地も素晴らしいもので、僕は特に夏場、クーラーでね、寒くなってしまった部屋で着るとね、ちょうどよくてね、僕はね、部屋着で着ることの方がね、多いくらいです。登山でも毎回着るし、毎年夏場でも着てしまう。いやー、ほんといいですよ。かれこれ、もう6年くらい着てるんでしょうかね。まだまだ着れそうですよね。ほんと長持ちしてくれるので、もう1枚をね、持っておいて損はないんじゃないかなと思います。先ほどのキャプリン2より少し厚手のベースレイヤーになります。今で言うとキャプリンミッドウェイトになります。このキャプリン3がね、使えること、もう部屋着だとね、ちょうど今の時期でしょうね。大活躍いたします。こうやってね、ちょっとマイクで音声撮ってる時もね、実はキャプリン3を着てて収録してたりするんですけど、裏側のステッチがね、凹凸感がなくした縫い方になっているので、地肌にね、そのまま着たりと、T シャツの上から着たりとね、部屋着や、寝巻きですよね。もう最適で、もうかなりの期間ね、着続けられます。ずっとお世話になってるんですよ。フィット感もストレスがなくてね、じんわりと暖かくてね、ほんと心地いいんですよ。で、あまりにも気に入っちゃったので、S サイズに続いて M サイズも試したくなって、同じものをね、サイズ違いで購入したんですよね。僕はね、どっちでもよかったかなっていうサイズ感で、M サイズの方が今の気分でしょうかね。秋口から着られて、春先まで着られて、比較的暖かい部屋だと、真冬もこのキャップリン3だけでね、屋内は大丈夫ではないでしょうか。めちゃくちゃおすすめです。で、次は R1。R1 プルオーバーで、この R1 はね、一番着てます。もうね、オールマイティーすぎます。パジャマでしょ、部屋着でしょ、スノボの下でしょ、登山でも着れますし、キャンプでもね、絶対持っていきます。もう寝るときはこれ着て寝るし、ダウンなどアウターのジップを下げないときも着られるし、旅行先はね、もうパジャマ代わりにもなるし、僕の冬場の生活はこの R1 を中心にね、回っているようなもんで、それくらいね、着ます。めいっ子ちゃんたちには、いつもその服着てるねーってね、揶揄されるくらいで、そのくらいね、ずっと着てしまう不思議。悪魔のフリースだと思います。完全にね、取り憑かれてるって言ってもね、過言ではありません。もうこの R1 がないとね、僕生きていけません。で、そうなんですよ。このね、着丈なんですよ。部屋着として着るには、必ずね、着丈が長くないとダメですよね。立ってる時よりも、座ってる時間の方がね、絶対長いので、僕にとってはね、絶対に譲れない項目でもあります。そしてパタゴニアのベースレイヤーやフリースはね、顎へのね、優しさを感じます。ちゃんと保護してくれて、ジップを一番上まで上げてもね、全く痛くならないんですよ。それにね、この脇の可動域ですよ。グラミチの股部分のようになっていて、腕をね、上げ下げしてもね、裾はあまり上がらなくなってます。ビレイヤーパーカーでもね、同じような動きしてますが、こういった配慮はね、本当に嬉しい。それに、思ったよりもね、伸びないんですよ。もうかなり生きてるはずなんですけど、そこまでね、致命的な伸び方はしてないと思うんですよね。もうおそらくね、10年選手ぐらいでしょうかね。僕のR1はね、さすがにちょっと伸びてきてますが、まだまだ着られると思います。でね、これはね、ほとんど着てないんですけど、もうずっと前の話なんで、なんで買ったのかすら覚えてない。色に惹かれたのかな。黄色のね、蛍光ペンみたいな色で、いや、中古で買ったのかな。それすらね、ちょっと覚えてないくらい着てないんですよ。で、今回の動画のためにちょっと引っ張り出してきたんですけど、着ない理由はね、一つで、色じゃないんですよ。それはね、この着丈なんですよね、原因は。短い。短い。もう短すぎます。もうさっきの茶色の R1 と比べても明らかに短いんですよ。これがね、着なくなった原因ですよね。袖丈やフィット感はいいので、残念すぎますよね。着丈伸ばせないのかなっていうぐらいですよね。せっかくなのでね、この機会に着ていこうかなとは思っているんですけど、なかなかね、なんだかなーっていう感じですよね。先に紹介したブラウンとも、デザインも違うくて、ポケットの位置だったり、脇の仕様だったり、で、裾の形であったり、縫製の仕方もですよね。ベースはね、ポーラテックで同じだけども、全く別物感がありますよね。この蛍光ペンの色をね、着こなせたら、上級者なんだろうなとは思います。で、数年前に購入していたフルジップモデルで、全然ね、プルオーバータイプはへたらないんで、フルジップタイプがね、ほぼ未使用のままね、残ってるんですよね。今年からはね、ちょっと積極的に着ていきたいなとは思ってるんですけど、前が解放されるので、カーディガン代わりにもね、いいかもしれませんよね。当然前を締めてすっきり着こなせることもできます。久しぶりに着てみて、やっぱ着やすいなと改めて思いました。R1 をね、重ね着してもいいんじゃないでしょうか。やっぱりね、R1 いいですよ。で、R1 つながりで、先日ね、紹介したビレイヤーパーカーを購入した時に、一緒に購入したんですが、500円でね、ワゴンセール状態だったんですよ、この R1 のパンツ。毛玉いっぱいで、ウエストのゴムもない状態で、ちょっと汚れてて500円。洗濯を1回して、汚れは取れて、毛玉クリーナーでね、ちょっと取ったんですが、まだ残ってる状態で、完全にね、寝巻きにしようとして購入したんで、よしと。しようかなと思ってます。裾もね結構長いのでカットしたいし、ウエストの紐もね入れないとダメだし、ちょっと面倒なんですけど、500円だったらね全然ありじゃないでしょうか。履き心地もいいので寝巻きにはね最高かもしれません。R1 の上下でね今年は冬を過ごそうかなと思ってます。最後にサイズ感だけ紹介しますね。175cm65kg の僕でキャプリーン2はサイズが S となります。もう少しゆったり着たいなら M でしょうかね。汗を吸うためには密着させた方がより効果があるよっていうことをね、当時の工実酸素の店員さんにアドバイスをもらって決めたサイズ感だったので、S で良かったかなと思います。で、キャプリーン3はサイズが S と M になります。これに関してはね、どっちでもいいかなと思います。部屋で着るなら M、外で着るなら S でしょうか。で、R1 茶色と蛍光ペンはどちらも S サイズ。着丈がね、全然違いますよね。茶色い方はね、僕の理想形です。で、フルジップタイプも S サイズで、着丈がね、あと少し欲しいんですが、許容範囲でしょうか。カーディガン代わりに着ていきたいなと思ってます。で、R1 パンツは M サイズ。正直 S サイズが良かったんですけど、ウエストの紐をね、つけて絞れたらまた変わってくるのかなと。ゆったり履けるので、ノンストレスですよね。パタゴニアは製造時期によっては、サイズ感もね、デザインもちょっとずつ変わってくるので、一概には言えませんが、ぜひね、参考にしてみてください。はい。ということで、今日はここまでとなります。パタゴニアのキャプリーンと R1 を部屋着にもどうですかという厚かましい提案的な動画でございました。部屋着にスウェットを着られる方も多いと思いますが、ぜひね、R1 に変えてみてください。暖かいし、肩は凝らないし、丈夫だし、伸びにくいし、軽いし、そしておまけにね、防臭効果だってあったりするんですよね。キャプリーン2は冷房時の夏場。キャプリーン3は秋や春。R1 は秋冬、部屋着やパジャマにも、そして普段着のインナーにとね、大活躍できる万能アイテムたちです。こんなにいいものをアウトドアの時だけにしか着ないなんて、もうね、もったいなさすぎます。部屋着にこそ快適性をね、求めるべきではないんでしょうか。そう提案させていただきます。ぜひね、検討してみてください。本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録やコメント評価など気軽にしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画で。さようなら。